はいどうも、ショイ TV です。はい、本日は、皆さんに謝罪をしなければならないことがありまして、急遽動画を回しております。まあ、今こちらに良平もいるんですけど、はい、今回は良平は何もしなくて俺がちょっとやらかしたっていう、画面の端っこで今話しております。いや片隅でね、片隅で話しております。申し訳ないです。こちら気になったらこちら見てもらって構いませんので。はい、で何を謝罪するかっていうと、僕ら動画をね、撮りだめして毎回こう出してるんですけど、その撮りだめしてた結構な数の動画全て消えました。申し訳ありません。はい、でまあ理由としては、まあ、パソコンのアップデートをしようとしてアップデートしてたら、まあ、そのパソコンがなんかこう落ち出して、ずっとなんかこう再起動させてもシャットダウンして再起動して落ちるみたいなの多くて、なんか一回こう OS、 Mac の OS をこう削除するみたいな、はいはいはい、やったんですよね。ってやってたんだけど、まさかその時に外付けハードの、まあ、取りだめしてたやつもパソコン繋いでたんですよ。繋いでて、いろいろ削除して、またこう、一からデータを複製してる、するみたいな、複製するみたいな感じでやってたんですけど、まさかの、その消去する時の、その消去が、まさかの、外付けハードのデータも消去してたっていう、もうマジで、申し訳ない、マジで。で、僕らがね、土日休みで、土曜日しか撮影がない中で、1日8本と4時間で8本とか撮ってる中、それも何本か消えて、まあなんとか良平が撮ってくれてたやつ、良平がグローブ紹介のやつは出せたんですけど、それ以外の2人でグラウンドで撮ってたやつもほぼ消えて、で5月8日にね、良平と2人でね、上尾市民球場で取材した埼玉市人ベアさんの取材も全部消えるっていう、まさかのやらかすっていうところで、まあ、ドライブ行ったってことになっちゃうじゃん。ただのドライブに行っただけっていう話になっちゃいまして、ちょっと本当申し訳なくて、ちょっと、はい、まあベアーズ取材させてもらってましたし、動画出そうと思って、これからカットに入るところでまさかの消えました。なんで、まあ、これから出す動画は結構新しめの動画になります。結構2ヶ月前のやつとか1ヶ月前のやつとかを結構そうですね出すことが多いんですけど、取りだめしてるんで、もうこれからは多分結構最新のばっかり出すと思うんで、まあ、何個か生きてたのがあるけど、のがまだそう、一応カメラに入ってたのがあるんですけど、それも試合動画とかなんかこう不甲斐ない結果のやつとか、あんま出したくないやつとかばっかなんで非常に申し訳ない、本当にすいませんでした。はい、まあパソコンも、もう本当に直んなくて修理出しました。修理出してクリーンインストールをして、またこう OS も入れて復活したんで、また使えるんですけど、まあ良平のパソコンにデータが一応なんかその何だろう、素材とか動画の編集素材とかはあったんで、それでまあ一応その素材的には動画素材はいけるんですけど、動画のなんていうんですか、ネタの素材は一切ないっていう状況になってますんで、そうないってことで、ちょっと本当に、はい、ちょっと申し訳ないですけど、どんどんこう端っこの方に来てちゃうんですけど、こうでいいですかこうでいいですかっていう感じなんですけど、はい、なんで一応まあ、でその外付けハードも繋いだら、やっぱもちろんデータ一切ないっていう状況で、あ終わったなっていう感じなんですけど、はい、今後そういうことがないように、してきますんで、もしネタがあればぜひとも教えてほしいです。そして変わらず、少年野球取材、中学野球取材、女子野球取材、 BC リーグ取材、もう何でもやってきますんで、ぜひとも皆さん動画のネタ提供よろしくお願いします。じゃあす、はい、というわけで本日はこれで終わります。もう翔平のね、謝罪でした。初謝罪かもしれないです。翔平初謝罪でした。はい、申し訳ありませんでした。本気で泣いてんじゃん。はい、こちらをプレゼントいたします。
1万人行った時用のプレゼントとしてペタントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、ね、そうそう多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人1万人達成したら、そうです、 OK。 この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人行くか分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。